イリーナイコールカメリア・ベグは、ルーマニア・ブカレスト出身の女子プロテニス選手。これまでに WTA ツアーでシングルス4勝、ダブルス9勝を挙げている。自己最高ランキングは、シングルス22位、ダブルス22位。右利き、バックハンドストロークは、両手打ち。身長181センチメートル、体重67キログラム。3歳からテニスを始め2005年に、 プロに転向。2011年4月のアンダルシアテニスエクスペリエンスでは予選から勝ち上がり、準決勝で当時世界14位のスベトラーナ・クズネッツォワを3から6、7から6、6から4で破る主君を挙げツアーで初めての決勝に進出。決勝では当時6位のビクトリア・アザレンカに3、6、2、6で破れ準優勝となった。 2011年全仏オープンで四大大会に、初出場し1回戦で、アラバンデザイオ6から3、6から3で破り初勝利を挙げ2回戦で、スベトラーナ・クズネッツォアに1から6、1から6で破れた。7月のブダペストグランプリでも決勝に進出し、ロベルタ・ビンチに46、61、46で破れた。これらの活躍によりベグは2011年の、 WTA アワードの年間最優秀新人賞を受賞した。2012年1月のモーリラ・ホバート国際では、モニカ・ニクレスクと組んだダブルスで決勝に進出しそう。カヨマリーナ・エラコビッチ組を67、76、15で破り、ツアー初優勝を果たした。全豪オープンでも、ニクレスクとのペアでベスト8に進出した。ロンドン五輪でオリンピックに初出場した。 シングルス1回戦で、第1シードのビクトリア・アザレンカに1から6、6から3、1から6で敗れた。全米オープンでは1回戦で、第8シードのキャロライン・オズニアッキを6から2、6から2で破った。9月のタシケントオープンで、ツアー3度目の決勝に進出し、ドナベ・エキッチを6、4、6、4で破り、シングルス初優勝を果たした。 2015年前後オープンでは1回戦で、第9シードのアンゲリク・ケルバーを6から4、0から6、6から1で破って勝ち進み4大大,大会で初めて4回戦に進出した。4回戦では、ウージニー・ブシャールに1から7、7から5、2から6で破れた。W イコール優勝、F イコール準優勝、SF イコールベスト4、QF イコールベスト8、R イコール回戦敗退。 RR イコールラウン敗退、Q イコール予選回戦敗退、LQ イコール予選敗退、A イコール大会不参加、P イコール開催延期 WG イコールデビス、Z イコールデビス地域ゾーン、PO イコールデビス、G イコールオリンピック金メダル、S イコールオリンピック銀メダル、SF、B イコールオリンピック銅メダル、NMS イコールマスターズシリーズから降格、NH イコール開催なし。 ありがとうございます。